皆さんこんにちは、ひろくまです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は自民党と公明党が阻んでいますウイグル問題について解説をしたいと思います。このウイグル問題、そしてチベット香港問題の人権侵害に対して中国に対する非難決議案を国会で採択しようとしているんですが、野党がですね、相次ぎ了承したにもかかわらず、なんと自民党と公明党が拒んでいるというような非常に問題のある格好になっています。実はですね、こちら議連がありまして、こちら日本ウイグル国会議連というのがありまして、中心メンバーは安倍さんもいらっしゃるんですが、この長尾隆さんが事務局長として頑張ってですね、いろんな人を説得して、ようやく野党が了承したという形になっているのに、なんとお膝元の自民党が了解を出していない状況になっています。これ非常に問題がありまして、今世界ではウイグル問題を中心とする中国の人権問題に対して、どこの国も非難声明を出しています。そして、現在 G7 が行われているんですが、7つの国の中で日本だけが対中非難決議を議会で出していないんですよね。なので菅首相は恥をかかされるということになっています。なんと野党は了解しているのに自分の所属している自民党が了解をしていないということになりますので、今非常に世界で日本は恥をかいているということになっています。そして国会は16日まで行われるのですが、その16日までに自民党と公明党が了解を出せるのかどうかということになっています。それではですね、こちらですね、首相が出席する先進7カ国 G7 首脳会議サミットは中国の人権問題も扱われる方向だが、対中非難決議が国会で採択されないまま G7 閉幕を迎えることになる。というような感じになってます。そこで論者からのコメントです。まずは山岡鉄舟さん。信じがたいがこれが日本の現実だ。野党が了承して自公が阻止する。いかにサイレントインベージョンがされているかあらわになった。世界に恥をさらしただけでは済まない。公明は論外として自民を含めて工作員と化した政治家を排除しなければ日本は確実に香港ウイグルになるということで、まさにその通りだと私も思います。このまま行くと中国の侵略が目に見えない形でこのサイレントインベージョンということで少しずつ侵略が進んでいるんですよね。もうすでに自民党の幹部の人に工作員がいるっていうことになっています。そして続いてこちら門田隆昌さん。ついにサミットに間に合わなかったウイグル人権決議、4月の日米首脳会談前の決議を拒んだ公明は、サミット&会期末まで拒み続けたことにさぞ満足だろう。二階幹事長、公明を抑え込んでいる工作国家、中国のパワーに恐れいる。ウイヤツと褒められて、越に入る議員たちの姿を忘れまい。ということで本当にね、今非常に目に見えない恐怖があります。まあ、こういう情報も知らない方、もう特にテレビしか見てない方は、まさかこんな状況になっているなんて夢にも思ってないと思います。そして続いて、有本香里さんです。ウイグル、チベット、南モンゴルでの人権侵害を非難する決議文案、昨日、一応全野党が了承したことで、公明党幹部と自民の一部が慌てているらしい。一体どこ向いて政治家やってるんでしょうね。アホか。こんな弱い声明ぐらい、さっさと通しなさいよ。ということで、実はですね、このこんな弱い声明っていうのが、実は、この決議文案という文案の中に中国っていう一文が入っていないらしいんですね。だからこんな弱い声明ぐらいさっさと通しなさいよと言われています。もうね、本当にね、これ、まあ、とにかくウイグルっていう文字は入ってるそうなので、まあ、これを出すことで中国を非難していることにつながりますので、もう100歩譲って中国っていう文言がなくてもいいかなとは今回は思うんですが、それすら出すことはできないというような状況になっています。ではなぜですね、出せないんでしょうかっていうことになるんですが、
その答えはですね、やはり自民党の大幹部にありました。こちら自民党のホームページなんですが、ちなみになんですが、引用先はすべて説明欄にリンクを貼っておきますので、皆さんどうぞ見られてください。こちら自民党のホームページで、6月7日です。二階幹事長の記者会見です。で、こちらムービーも YouTube につながって見れますが、今回は割愛します。で、この質疑応答がですね、Q&A の形でありまして、こちらですね、こちらはですね、動画ですと16分2秒から始まっています。16分2秒から17分21秒ぐらいの質疑応答があります。産経新聞です。先ほど役員会の報告でミャンマー問題の決議を採択するという話がありましたけども、中国の問題もミャンマー同様に国際的な関心が強いのですけども、中国の人権問題に対するご所感があればお願いします。ということで、産経新聞さんも気を使ってウイグルっていう言葉は出さなかったんですよね。それに対する二階幹事長の返答が、いずれの国に対しても人権は重要でありますから、しっかり国際的に皆が理解できるようなことで対応していただきたいと思いますし、我が国もそうありたいと思います。という回答でした。この対応していただきたいと思いますしって非常に他人事のようにお話をされております。そしてですね、こちら、古瀬光晴、篠原丈一郎チャンネルです。それのですね、6月9日のライブ配信です。この中で、もう本当の最初の方で、誰が自民党で足を引っ張っているのかっていうお話をされてまして、まさに2回とか3回とかいう人が足を引っ張っていると言われておりました。で、言われていたのが、人権問題はどこでもあることだからいいじゃないかと言われていたそうです。2回とか3回とか言われる方が。で、もう、この篠原さんも非常にご立腹で、そうですよね。ウイグルだけではなくて日本の未来もかかっているんですよね。もう本当にその自民党の重鎮で一番大事なポストにいる方がまさか工作員だったっていうことで何もできないっていうことになると日本の未来が非常に危うくなりますので、我々国民はこうしましょうということで請願先ですね、我々政治家に対して苦情とか要望っていうのを言うのが請願なんですが、その権利が憲法上保障されております。で、どこに電話すればいいのかっていうことで、実は篠原さんは今は違うんですが、昔は共産党に所属されておりまして、で、国会のことをよくご存知なんですよね。で、今実は衆議院の方にこのウイグル問題の件で電話が殺到しているそうです。で、職員さんが泣いているぐらい殺到していらっしゃるんですが、これはもう人命に関わることだからもうそれはしょうがないと。おそらく自民党にも同じだと思うんですが、それでは幹事長にはつながらないらしいです。で、この昔国会におられた裏技として篠原さんがおっしゃるには、こちら説明欄にも貼っておきますが、まずは衆議院の代表に電話しましょう。その電話番号も貼っておきます。そして代表が出られたら自民党の幹事長室に電話をつないでくださいと言いましょう。で、もしですね、自民党本部に電話して幹事長室へ取り次いでくださいと言っても阻止される可能性が高いそうです。ですので、衆議院の代表に電話して、で、自民党の幹事長室に電話をつないでくださいと言えばつないでくださるそうです。そうすると、別に衆議院の職員さんたちが苦しむ必要はなくなります。で、つないでいただいて、そしてそこでおそらく職員か秘書の方が出られると思いますので、二階幹事長にウイグル問題で対中非難決議を与党として了承するようにお願いしたいというふうに言いましょう。野党も了承してるわけですから、与党がなぜ了承しないんですかと。そして自民党の代表、党の代表、党のリーダーは二階さんでしょ、幹事長でしょ、それならなぜリーダーシップを取って了承しないんですかっていうふうに言えばいいかなと思います。そしてですね、続きまして自民党のホームページです。で、二階さんは和歌山県の第3区が選挙区です。和歌山県の第3区と言いますと、区域は御坊市、田辺市、新宮市、有田郡、日高郡、西室郡、東室郡の方たちが
区域です。特に和歌山県の人たちは今日本の足を引っ張ってる悪いんですが、二階幹事長に対してぜひ請願をお願いいたします。こちらがちなみにこちらが衆議院のホームページです。衆議院のホームページっていうのもあります。参議院のホームページもありますが、衆議院のホームページでこちらが代表の電話番号です。で、これは説明欄にも貼っておきます。そしてですね、この日本ウイグル国会議連の事務局長をされている自民党の長尾隆さんも実は YouTube でその状況を報告されておりますが、本当に悲痛な表情をされております。そりゃそうですよね。自分たちが野党に対してお願いだから了承してほしいと言っていたにもかかわらず、お膝元の自分の所属する自民党が了解をしていないということですから、悲痛な表情になります。そして長尾さんがおっしゃるには、今回の決議は事実認定がされていないので先送る可能性が高いと。その事実認定って何なんだっていうことは、証拠が示されてない、証拠がないっていうことを言われているそうです。これは外務省もそう言ってるそうです。いや、そんな証拠なんか山ほどあるじゃないかっていうことなんですが、それは後ほど私が紹介をさせていただきます。そして長尾さんがおっしゃるには、これはメンツの問題じゃないんですけど、本当に野党に申し訳が立たないと。で、もし与党の自民と公明が了解をしないのであれば、野党から集中砲火を浴びるのではないかっていうふうに思います。それは当たり前です。浴びて当然っていうふうに悲痛な表情で言われておりまして、で、最後には、もうこれは本当に国民の皆様にお願いするしかないというふうに言われておりました。ですので、我々は動くしかないんですよね。で、こちら長尾さんのツイッターですが、こちらですね、チベット、ウイグル、南モンゴル、香港のためだけじゃない、将来の日本のためでもあるのです。っていうふうに言われております。もちろんウイグルとかの人権問題を正すっていうことが大事なんですが、これをやっておかないと将来の日本がこの国と同じようになってしまうっていうことになります。そりゃそうですよね。大事なところを握られてるわけですから、これすらできないっていうことになると本当に非常に問題になります。で、あと公明党です。公明党は以前山口代表が根拠がなければウイグル対中制裁できないと言われて非難が殺到しました。で、ネットは根拠は山ほどある。公明は与党から出ていけっていうような感じで、これ3月ですね。3月の終わりにそういう話がありました。で、実は公明党は支持母体が創価学会ですよね。で、創価学会はどういう団体なのかっていうのを見てみましょう。こちら創価学会のホームページです。創価学会について、創価学会は日蓮大聖人の仏法を信奉する団体です。創価とは価値創造を意味します。その価値の中心は生命の尊厳の確立に基づく万人の幸福と世界平和の実現であり、それが創価学会の根本的な目標ですと書かれていますね。生命の尊厳を著しく損なっていますよね。ウイグルとか、そして万人の幸福、これこの万人って日本人だけなんでしょうかね。そして世界平和、しっかり書かれています。創価学会の創価、その中心になっているこの3つの文言、根本的な目標、これに背いているんじゃないでしょうか、公明党さんっていうふうに言いたいです。ですので、もしこの動画を創価学会に所属している方ご覧になられましたら、当然なんで非難決議を了解しないんだっていうふうにおっしゃってみてください。絶対におかしいです。こう書かれていますので、背いていらっしゃると思います。ということで、今から事実認定をしろということですので、事実を明らかにしていきます。ちょっと動画もありまして、非常に辛辣な動画もありますが、皆さん目を背けないで見ていただきたいです。まずは BBC ニュースです。アムネスティがついに報告書を出しました。6月11日の記事です。中国のウイグル族弾圧は地獄のような光景、アムネスティ報告書。国際人権団体アムネスティインターナショナルは10日、ウイグル族などイスラム教徒の少数民族が多く暮らす中国北西部の
新疆地区で中国政府が人道に対する罪を犯しているとする報告書を公表した。報告書でアムネスティは中国政府からウイグル族やカザフ族などイスラム教徒の少数民族に対し集団拘束や監視、拷問をしていたと主張、国連に調査を要求した。国連ももう中国とズブズブですからね。アムネスティインターナショナルのアニエス・カラマール事務局長は、中国当局が地獄のような恐ろしい光景を圧倒的な規模で作り出していると非難した。そしてものすごい人数が収容所で洗脳、拷問などの人格を破壊するような扱いを受け、何百万人もが強大な監視機関に怯えながら暮らしており、人間の良心が問われている。もう本当にひどいことをしているということですよね。そしてカラマール氏はまた BBC の取材に対し、国連のアントニオ・グテーレス事務総長が責任を果たしていないと非難した。もうね、こういう団体もダメですよね。もう機能は果たしてないと思います。国連がよって立つ価値を守り、人道に対する罪に対して声を上げる責務が仮にはあるということで、報告書の中身は160ページからなっていて、かつて拘束されていた55人への聞き取り調査をもとに作成しているそうです。中国政府について少なくとも以下の人道に対する罪を犯していたとし、国際法の基本ルールに違反する習慣など厳格な身体的自由の剥奪、拷問、迫害を挙げているということで、非常にむちゃくちゃなことをしているということですよね。もうこのアムネスティが報告書を挙げたっていうだけでも証拠になると思うんですが、実際にじゃあ過去の経緯を少し振り返ってみましょう。まずはですね、もともとはこの中国っていうのは漢民族が東トルキスタンっていうところを奪うところから始まりました。そしてウイグル族、ウイグル人狩りっていうのが、人間狩りですね、行われまして、こちらフランスがですね、その動画を撮影していました。それを見てみましょう。中国西部にあるイスラムの伝統を受け継ぐ地域で民族間の衝突が続いており、中心都市では外出禁止令が発令されています。当局フランス2の記者が現地に入ることができ、今日は人間狩りともいえる場面を目にしました。ウルムチ市内はまるで死んだように静かです。市内の通りに人気はなく、商店も閉まっています。市民の大半は家から出ないようにしていますが、外出する時は棍棒を持って武装しています。政府は効果的な対処ができなかった、だからこれほど多くの死者が出たのです。また暴動が起きたら、今度は自分たちでウイグル人を殴り殺しに行きます。市内で最も目につくのが、数時間前から数百人単位で派兵されてきた兵士たちの姿です。デモは禁止されていますが、不思議なことに漢民族によるデモは黙認されていました。彼らは全てウイグル独立支持者のせいだと次のように言っています。国の統一を守るために戦っています。独立運動は断じて許せません。数百メートル離れたところにウイグル人の多く住む地区がありましたが、ここでも緊迫した空気が流れています。あちこちから漢民族がやってきて、地元のモスクも放火されました。すると急に辺りが騒がしくなりました。漢民族のデモ隊がやってきたのです。隠れるウイグル人たち、しかし中には応戦する人たちもいます。路上で異なる民族同士が衝突するというのは、これまでの中国では考えられない光景です。日が暮れると外出禁止令が発令され、街中は再び静かになりましたが、明日はまたどうなるか分かりません。昨日中国当局は早急に状態を収めるとしていましたが、まだ程遠い状況です。はい、ということで、こうやって政府自らが手を下さずにやらすんですよね。あんな棍棒を持って集団で歩いて人間狩りをするなんて、今の世界ではちょっと考えられないんですが、実際に行われていました。そしてですね、こうやって弾圧が続きまして、その後にウイグルの土地を取って、なんと核実験が何回もその場所で行われました。
それを見てみましょう。中国はそれから1996年まで46回の核実験を東トルキスタンで行った。ウイグルのことです。周辺のウイグル人住民19万人が死亡。実験に従事した中国人兵士数万人が死亡した。148万人のウイグル人が被爆による奇形や後遺症に苦しんでいる。1997年2月5日、ウルジャ市で残虐な惨劇が発生した。中国政府への非暴力デモに参加した約400人の若いウイグル人を逮捕。150人の男女をマイナス20度以下の刑務所のホールに入れた。服を脱がせ、冷たい水をかけ、凍死させた。残りのウイグル人は銃と拷問で殺害された。2009年6月26日、広東省のおもちゃ工場で、漢人労働者がウイグル人労働者多数を殺害した。警察はこの衝突を止めようとはしなかった。事件後、ウイグル人労働者600人全員が警察によって別の場所に移された。その後、全員が行方不明となった。この広東省での事件、7月5日のウルムチ大虐殺のきっかけとなったということで、とにかく残虐なんですね。そして政府は絶対に止めません。むしろ政府が主導してるんでしょうね。CCP ですね。中国共産党が主導してるんじゃないかと思います。とにかく残虐です。もう見ていて嫌な気分しかしませんよね。ただ目を背けることをすると、こんなこと絶対に行われてないっていうふうに、証拠がないっていうふうに言う人が出てくるので、今お見せしています。もう気持ち悪い方は途中で消していただいて構いませんので、よろしくお願いします。では続いて、こちらですね。その後強制収容所っていうのがたくさんできて、でそれをですね、スクープで、これ駅なんですが、ドローンで、しかも中国製のドローンでそれを撮った人がいるんですよね。その映像なんです。でこの映像をですね、実はまた BBC がですね、スクープをしました。こちら BBC がですね、英国にいる中国大使に対して今の映像を見せました。この中国大使がどういうリアクションを取ったのか、途中までですが見てください。Let's look at some very disturbing drone footage that's been widely shared around the world. This is almost certainly over northern China, over Xinjiang. Can you tell us what is happening here?I cannot see, you know, this video. This is not the first time you show me. I still remember last year you show me what is happening in Xinjiang. But let me tell you this. Xinjiang, have you been to Xinjiang yourself? No, I never have. You know, Xinjiang is regarded as the most beautiful place in Xinjiang. There's a Chinese saying, you do not know how big China is. Ambassador, that is not beautiful coverage, however, is it? You know, Xinjiang, that is...Exactly what I'm going to tell you. Since 1990, Xinjiang has completely changed because there's thousands of terrorist attacks. That was 10 years ago. Can I ask you why people are kneeling, blindfolded and shaven and being led to trains in modern China? What is going on there? I do not know where you get this videotape. You know, sometimes you have transfer of a prisons and the prisoners, you know, in any country.But just what is happening here, Ambassador? I do not know. Where did you get this video clips? These have been going around the world. They've been authenticated by Western intelligence agencies.
and by Australian experts who say these are weaker people. Let me tell you this. The so-called Western intelligence keeping up make this a false accusation against China. They said 1 million Uyghurs has been persecuted. You know how many population Xinjiang has? It's just about 40 years ago, it's a 4-5 million. Now it's 11 million people. And people say, you know, we impose, we have a ethnic cleansing, but the population has doubled in the 40 years. I'm so sorry to interrupt, but according to your own local government statistics, the population growth in Uyghur jurisdictions in that area has fallen by 84% between 2015 and 2018. 84%. That's not right. I give you official figure. You ask me, I give you this figure as a Chinese ambassador. This is a very official figure. In the past 40 years, the Uyghur population increased, the population in Xinjiang increased to double. The population doubled. So this is no so-called the restriction of the population. There's no so-called false abortion and so on. But there is a program of forced sterilization being imposed on Uyghur women at the moment. It's gone on for a long time, and people are finally coming out of China and talking about it. はい、途中まで見ていただきました。こちらも説明欄にリンクを貼っておきますので、この続きはそちらの方でお願いいたします。これでもですね、二階幹事長と山口代表は証拠がないというふうに言うんでしょうか。では続きまして、今度はこちらを見てください。強制収容所の様子です。Everything that we've been hearing from the witnesses, from the survivors, everything that we've been told are consistent with this document. It looks like a Nazi playbook to me. Copies of this document should be on the desk of policymakers and legislators around the world. Отыр деген жерін отырасын, жөт көлген жерінде мұражат ақажат деді, жатасын. Жарым сағат тип болуда, сонда екіден екі ақ миллион елу әйелді жарым сағат жерінде отырып болу амалы болса. Вақыт жетпейді, тез, бол дейді, бадам мұнаған кегенше басыма төктайықта ұрған. Сол сөйтіп шыққанға жарай басыма төктайықты жегенде, рахмет бұған менді жол кешікпей отырам деп айтамыз. Students should have a fixed bed position, fixed queue position, fixed classroom seat and fixed station during work skills work, and it is strictly forbidden for this to be changed. But I've never seen anything like it. That is an extraordinarily regimented regime for any environment. You wouldn't find that degree of regimentation even in most military prison systems. はい、ということでまだこちらの動画は軽めの動画っていうことになります。それでは続きまして、で最後なんですが、こちら評論家の石平さんです。石平さんは元中国人ですが、すでに帰化されておりまして、日本人の奥様もいらっしゃいます。そして日本の心がわかる人で、虎ノ門ニュースにも出られております。で、その石英さんが語る、その中国人、どうして残虐なのか、そして今後どういうふうに考えているのかっていうのを語られています。南京大虐殺記念館とか、抗日戦争記念館、ああいう日本人の残忍さ、あれ残虐性を強調する展示がいっぱいあるでしょ。中国の若者たち、あれが見ていますとね、やっぱり心のどこかでね、今回徹底的に日本に対して仕返しする、
その仕返しはどんな残虐な手段を使っても足りないくらい、多分彼たちは思っていますよ。だから中国もよくインターネットで書いてるんですよね。今回日本は占領したら必ず東京大虐殺をやりたいという、そういうね、潜在的願望を持っている人もいっぱいおりますよ。はい、ということで、なぜ今回のウイグル問題で危機感を持っているのかというのは、やっぱりこれなんですよね。もう反日教育を凄まじく小さい頃からやっていますので、今変えておかないと日本が侵略されるっていうのは分かっているんです。これはまた別の動画で機会があったら作ろうと思っているんですが、日本はあと数年したら中国の何々省っていう名前に変わるという計画があるぐらいなんです。ということで、今やっておかないと将来私たちも私たちの子供も孫もひどい目に遭うことが分かりますので、こちらですね、日本の将来がチベット、ウイグル、南モンゴル、香港みたいになるっていうのが分かっています。ですので、今これをやるっていうのは将来の日本のためでもあるんですね。この長尾隆さんが言ってることはそういうことです、ということになりますので、ぜひ会期末の6月16日までに自民党と公明党が対中決議案を了解するということを我々国民が声を出してやりましょう。そしてもし自民党と公明党が了解をしなければ、選挙で、次の衆議院選挙で誰が足を引っ張っているのか、中国の工作員の議員は誰なのか、これも動画にしていこうと思いますので、次の選挙で徹底的に落としましょう。そういう議員は徹底的に落としていきましょう。あんまりこういうことはやりたくないんですが、日本の将来のため、将来の子供や孫のために、今我々がやらないといけませんので、こちらをやっていこうと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。またこういう情報がありましたら動画をアップしていきますので、チャンネル登録と高評価、そしてこちらの動画の拡散をぜひよろしくお願いいたします。ということで、皆さん気落ちしないで頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。